プレイワンソングしのぶえ。しのぶえ奏者の井上真美です。一曲解説シリーズにようこそ。今回は冬景色です。では早速始めましょう。この曲は大正2年尋常小学校唱歌第5年生用に掲載された文部省唱歌です。作詞作曲とも不詳となっています。文部省唱歌とは明治から昭和にかけて文部省、今の文部科学省が編纂した曲です。唱歌を作り始めた初期は作詞および作曲者の名前は一切公表せず、また作者本人も口外するべからずという契約を交わしていたそうですよ。だからわからないんですね。それではまず演奏する前に曲のイメージをつかみましょう。歌詞は3番まで。1番は冬の朝、白く浮かび上がる港の風景ですね。2番は小春日和で少し暖かな冬の午後、畑仕事をしている風景です。3番は風が吹き雲が重く垂れ込め、冷たい雨まで降っている里の夜が描かれています。いずれにしろ寒い冬の風景なので、凛と張り詰めた冬の空気感が出せるといいですね。演奏するポイントとしては、伸びやかに、もちろん強弱はつけますが、まっすぐと吹きたいと思います。それと、この曲、ゴーペケが4箇所出てきますよ。まずはゴーペケの指使いを確認しておきましょう。こちらを見てください。左手がこの部分、右手がこの部分。ゴーペケは左手薬指を少し開けます。ファの音から半音上がりますよ。薬指を伸ばすと、自然に指穴に隙間ができますね。これを使います。今回は3種類のゴーペケが出てきます。レの音からのゴーペケ、ソの音からのゴーペケ、そしてラの音からのゴーペケの3種類です。まずは、レの音からのゴーペケを見ていきましょう。左手薬指の動かし方は、先ほどのファの音からの動かし方と一緒ですね。これはやりやすいですよ。次にソの音からです。これは左手薬指をいきなり伸ばした状態で下ろすので、少し稽古が必要ですね。そして、ラからのゴーペケです。左手中指と薬指を同時に下ろすので、ここはちょっと難しいと感じるかもしれませんね。まずはこの3種類を稽古してから曲に入るとよりスムーズに演奏できますよ。ゴーペケについてもう少し詳しく知りたい方は、ワンポイントしのぶえその6、ゴーペケ、ニーペケ、上達のコツの中で
詳しく説明していますので、参考にしてみてくださいね。では楽譜に戻りましょう。改めて、合ペケの位置を見てみますね。一番難しいと感じる、ラからの合ペケが、いきなり出てきました。次は、レからなので、ここは、やりやすいですよ。次に出てくるのは、ソからの合ペケ。最後もソからの合ペケ。となっています。半音は優しく吹くというのが鉄則なので、決して張り切って吹かないよう、息を緩めて丁寧に吹きましょう。半音以外で目につく特徴としては、一拍半が伸びているところが多いですね。ここにもあります。一拍半は裏拍から山を使って伸びやかにを心がけましょう。では一行目から見ていきます。一拍半が2回出てきますね。どちらも裏拍から山を作って伸びやかにですが、2個目は少し小さめの山にしてみましょう。同じ形の山が続かないようにというのがポイントです。半音は優しくでしたね。吹いてみますね。2行目です。半音は優しくでしたね。そして、一拍半がここも2回続きます。ここは最初を小さい山で、そして2回目を大きな山で伸びやかに吹きましょう。そして再び、半音は優しくでしたね。では吹いてみますね。3行目です。少し山を作って、2小節目はクレッセンド。そして1拍半、特にここは伸びやかに大きくつなぎましょう。では吹いてみますね。4行目です。最初の1拍半は小さめの山で、そして次の1拍半は伸びやかに吹きましょう。半音はもちろん優しくでしたね。では吹いてみますね。では、音楽に合わせて吹いてみましょう。構成は、前奏4小節。1番、繰り返し4小節となります。吹いてみますね。まずは楽譜を目で追ってみてください。
では、一緒に吹いてみましょう。四小節聞いて入ってくださいね。できましたか？半音難しかった方もおられると思いますが、引っかかった部分だけを取り出して何度もお稽古してみてくださいね。さて、次回のレッツプレイワンソングしのぶえは、雪、お楽しみに。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。